多くのファンが待ちわびていたイカメタルゲームの季節が今年もやってきた。イカメタルゲームの最大の魅力はエキサイティングなヒットの瞬間が1日に何度でも楽しめること。特別なテクニックは必要なく、ビギナーにも優しい釣りで、人気はうなぎ登りとなっている。今回は長崎県の平戸沖を舞台に、この番組ではおなじみとなった上田マスオと橋本真央がイカメタルゲームを解説する。今回のルアパラ九州 TV は長崎県平戸沖のイカメタルゲームをお届けしています。おい、はい、じゃあ皆さんおはようございます。おはようございます。ライズジャパンの上田正人、橋本真央です。ということでね、まあ我々としてはこんばんはということになりますね。こんばんはですね。今シーズン初めての夜遊びということ、はい、はい、ライズジャパンの方からですね、今シーズン毎回シリーズね、イカメタル用品ついに登場いたしましたので、今シーズン初っ端のイカメタルゲームがなんとルアパラ九州 TV の撮影ということで、ちょっと不安しかないんですけど、頑張っていきたいと思います。今日はね、長崎県佐世保の、あけぼの丸さんから、まあ、平戸の沖の方へ出てきて、ちょっとでっかいイカを狙っていきたいなと、ね、まあ、本当シーズンのもうこの始まり、まあ、この放送が、ね、ある5月末ぐらいも全然サイズがいいのが狙えると思うので、まあ、今日は数を釣るというよりもね、まあ、ちょっといいサイズが出せればいいなというふうに考えております。頑張っていきましょう。はい、頑張りましょう。イカメタルね、もう本当にここ数年でものすごく釣りが進化して、まあ、大会とかね結構あったりして、なんだろう、こうすごくちょっと難しく解説をされる方々も参見されるんですが、私は基本的にもうイカは簡単にっていうのがもうあるので、まあ本当に正直言うとゆっくりただ巻きでも全然、まあ本当胴付きのね釣りなんか見てもらったら、もうただゆっくり巻き上げてるだけだし、漁師さんの仕掛けも正直言うとあれってゆっくり巻き上げてるだけなんだけど、まあイカってやっぱそういった動きにしっかり反応してくれるんで、まあ本当にね、まあ当たったレンジをね釣るってなった時はいろいろしゃくりとか入れてもいいと思うんだけど、まあ、まずねレンジがヒットレンジがまだ探ってるような状況の時はもう緩いこういう、まあワンピッチならワンピッチでもいいし、ハーフピッチならハーフピッチぐらいで、その変化違和感感じたらもう合わせるぐらいな感じでやってもらえれば全然いいと思うし、もう難しかったらもう本当普通にゆっくり巻いて止めるっていうぐらいでやってもらうんで全然いいと思う。やっぱね、まあまあまあこうしゃくってこうピタッと止めて、そこでプッとね戻る当たり取ろうましょうとか、まあ、あるっちゃあるんだけど、それしなきゃ絶対釣れないっていうわけでもないと思うので、最初はねあんまり難しいことを考えずに、まあ一定のリズムで動かしてあげて、違和感を感じたら合わせてみる、でそれで乗らなかったらそこでちょっと待ってみるっていう感じでやってもらったらとりあえずはいいんじゃないかなと思いますね。でまあね、今回のマイカシリーズなんだけれども、メタル、まあ、下につけるねメタルの方が、まあ、下は15号からで20号25号30号とで
まあ、こういった今日ね 80m ちょっとあるんで 90m 近いんだけれども、こういうところでやるような40号まで、40号大体 150g あるので、まあかなりのねディープであったり潮が速い時でも対応できる。もしくはねこう昼間のね平場ついでにある昼イカメタルなんかの時のちょっと深いところにも40号なんかは使ってもらったらいいかなっていう。まあ逆にも水深がね大きく乗った下だった下っすね。かなりちっちゃいかな。スルメかな。スルメかもしれない激しいスルメだね。絶対こっち向けないでよ、はい、絶対こっち向けないでよ。向けてないじゃない。絶対向けないでよ。とりあえずスルメです。ナイスナイス、はい、やったね。ありがとうございます。マスカットじゃん。マスカット95mm。 95mm ですね。でさっきね重さの話40号まで話したんだけど、メタルの方はね全部で8色でね、1色だけねテープを巻いてないねイカグロードットっていうカラーがあって、まあ本当メタルジグみたいな色をしてまして、まあね昼イカとかに使ってもらったらいいかなっていうような、そういったチャレンジカラーも出してますんでね、ぜひお店で見てもらえればいいかなというふうに思います。でね浮きすっての方なんだけれども、浮きすってはねサイズが2タイプ、80mm と 95mm で、まあね季節だとかまあによって狙うサイズが変わってくると思うんだけれども、まあ 95mm を中心に夏、まあ進行が増えてきたタイミングなんかは 80mm を使ってもらえばいいのかなというふうに思うんだけれども、そちらの方は全部でね12色あるので、まあすごくねまあ選ぶ楽しさもあるのかなというふうに思うので、ぜひね釣り具屋さんの方で確認いただければなというふうに思います。ちょっとカラーチェンジしてみましたね。浮き設定の方が 80mm の完熟トマトでね、鉛設定の方がブラックサンダーね、かっこいいねカラー、これでいってみたいと思います。吸ってのカラーを変更して釣りを再開した上田、するといきなり乗りました。どう？来たね。 40m ぐらいだったね。スルメかな。あんまり大きくはないんだけれど、あ、スルメだ、かわいいスルメでした。かわいいスルメか。ちょっともうスルメなんで逃がしちゃいます。入れ食いですね。イカなんて言えばいい。イカ、あ、抜いた、抜いちゃった、ごめんなさい。45メーターぐらいかな。50メーターまで沈めてゆっくり巻き上げたら多分当たると思う。イカメタルゲームでは当たりが出た水深を同線者と共有することで効率がアップする。さっきみたいにね当たりがあってバラしちゃったりとかかからなかったっていう時ね、たまにこう足だけついちゃっててっていう、あ、ほらこうなっちゃってんだよね。結構いいサイズのイカだったっぽいで、こうなっちゃうと釣れないんでチェックはしましょう。でやっぱ食べちゃうね。やべ、今のはいいサイズの剣先だったね。スルメイカはヒットするものの、なかなか剣先イカが当たらない状況の中、辛抱強く釣りを続けていると、おお何メーター？45ぐらいか。あ、おー、ナイスナイス。やったー。まあいっかー、まあいっかですよ。まあいっか、来ました。ちょっとサイズは可愛いけど、まず一杯目、まあいっかー、来ました。まあいっか、来たね。赤緑ですね。まあいっかメタルの40号、ちょっと潮が早いんで重めのもので、まあいっかメタルの方です。ケンサキイカの登場で期待が高まる平戸沖のイカメタルゲーム。
後半戦さらなるサイズアップにご期待ください。今回のルアパラ九州 TV は長崎県平戸沖のイカメタルゲームをお届けしています。橋本に剣先イカがヒットしてそのまま波に乗りたいところだが、まだシーズン序盤とあってなかなか後が続かない。そんな中、広範囲の水深を探ってイカの当たりを待つ。ちょっとヒットレンジがなかなかね、調子がいいと思うね、一回当たったレンジでバタバタって連発して当たってくれることが多いんだけど、もうすぐね、やっぱ群れがまだ少ないんだろうね、ちょっとすぐ当たりがなくなっちゃうから、またレンジの探し直しって感じ。しっと、今度も橋本にヒット。おー、ナイス。もうちょっといいサイズや。やっぱなんか紫よく当たってるって言ったもんな。はい、スルメです。続けて上田にも当たりが出て、しゃフッキングに成功。22上だったね。これはやったんじゃねえかな。ちょっと大きいね。やりました。今年初剣先イカプシャー、やったよ。うい、嬉しい。やりました。続けて狙っていると、よっしゃー、 30m、 30、うん、今のゆるいワンピッチの上げ始め、止めた瞬間から投げてくったね。俺もダブフィー、ダブダブダブ。ちょっと待って待って待って、これどういうことだよ。やられちゃってんぞ。重くなった。急にこれだいぶ上まで来てるやつがいるぞ。ちょっと、あ、俺も魚やられた。やられた、やられた、やられた、やられた。ちょっとルアー入れているわ。今イカが連チャンでやられたよ。俺もやられた。ほらめっちゃやられた。俺2連チャンでやられたもん。うちらやられた。しかも、しかも剣先だった。30からやったよね。え、やられた。いや、解説ってももうさ、もうやられたから、もうやられないように早く巻く、それしかないね。やられた時の対応、イカに、イカが他のお魚さんにね取られちゃわないように、もう早くゴリゴリ巻いちゃいます。よっしゃー、スルメ。スルメめっちゃ多いな今日。なんかスルメ祭りになってんぞ。この日はスルメイカが多いものの、全体的にイカの活性は上がってきたようで。おい、フィッシュ。上田に連続ヒット。これはデーケンじゃねえか。イエーイ、やりました。メタルの方に食ってくれたね。25エメラルドグロージョン、イエイ、やったぜー。あ、今ね、今くれたのグローだったんだけど、今度はねちょっと同じ薬効でもね、緑、あ、緑じゃねえや、ナスビパープルのね捨てで、もうだいぶね上で食い始めてる感じがするね。今のだいたいヒットしたのが 20m ちょっと、21ぐらいだった。でもう 25m ぐらいまで落としたらもうゆっくり誘ってくるっていう感じ。でも大体レンジがね分かってきたんで、ちっちゃいもう刻みで、まあ、止めとかも入れながら誘っていくよ。続けて橋本。あ、いいか。もう15メートルぐらいでしたね今。15だった。はい、やりました。メタルの方だ。来ました、エメラルドグロージョン、これ30号ですね。やりました。さらに続けて、お、いいんじゃない。いや、最初だけだった。あれ、おお、原石じゃん。ナイスナイス、原石だった。マスカット、マスカットサイズいいじゃん。少し良くなった。よいしょ、やった、やりました。マスカット95ミリ。
その後も橋本に当たりが止まらず。おお、でかい。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 何メーター？30。ダスンってきた。ダスンってきたね。これ今日一じゃないの？下だね。おお、いいね、いいね。おお、いいね。ナイス、ナイス。よいしょ。けえ。よいしょ。来ました。またメタルだ。またメタル来ました。メタルだね。メタルの30号ですね。赤緑。ちょうど30メートルからふわふわしてたら、ドンと来ました。やった。いや、今のがね、あ、このサイズが釣れるのがやっぱりこのメタル初期のね、メタルシーズン初期。ほんと5月から6月の頭。ね。やっぱり大きい台剣が狙えるっていうのはね、もう一番の醍醐味。ちょっと気分転換に平場を落とします。目玉イカグロードットいきます。ごめんなさい、タコグロードットだ。普段言わないから、タコグロードットなんてね。パーポーだからな。そう、パーポーだから。イカを捕食するマダイを狙って平場を投入した橋本。すると、いきなり来たんじゃん、お前、ドンジーじゃない。来ました、来ました、来ました。よしよし、オッケー、ナイスナイス。やっぱり寄りたいラブだね。ボトムの方だった。あ、いや、上でした。だいぶ上。はい、下から30ぐらい。見えますよ。おー、ナイスナイス。オッケー、はい、ありがとうございます。おー、いいタイじゃん。やりました。いや、めっちゃいいタイじゃないですか。ほら、いい、おい、ナイスティーじゃない。タコグロードットの目玉 125g です。下から30ぐらいとこですね。ガドンときました。いや、ナイスナイス。すると今度はイカメタル継続中の上田に当たりが。大剣、大剣、嬉しいぜ。イエーイ、やりました。イエーイ、やっぱりパーポーだったね今日は。ナスビ。じゃあね、今日の新商品の紹介最後になるんだけれども、マイカ仕掛けというものをね、今回ライズから、発売いたします。で、既存の、イカメタルの仕掛け、まあ今ね、いっぱい世の中にはあると思うんだけれども、今回ライズとして出すこの仕掛けというのが、こういうね、パーツ、こういうもうパーツだけとなってます。これ3つ、こうやって見てたら分かるかな。2つ、サルカン2つを編み込みの糸でつないで、編み込み部分にパイプを入れて絡み防止にして枝巣を出していると。で、どういう風に使うかっていうと、まあね、普通にリールから出てきたリーダーに、まあどちらでも構わないんで、サルカンに結びますと、まあ、するとこういう状態になるよね。こういう状態になるんだけれども、で、下のサルカンにもう一個リーダーを自分でつけます。で、例えばだけど、こうイカメタルの場合って、こう既存の仕掛けだと、ここから下の捨てまでの長さが決められちゃってる、もしくはもう何個つけるか決められちゃってる。この仕掛けの場合だと、自分で何個でも任意につけれるし、そのリーダーの長さも任意で決めることが可能になります。この竿の長さいっぱいにリーダーをするとかっていうことも可能になります。まあ、その下に、まあ、スナップ付きのサルカンを結んであげればもう完成という形になるんだけれども、ちょっとイメージがつきやすいように、じゃあつけてみようね。こういう形で仕掛けがすぐ出来上がりましたと。例えばこれで釣っててめちゃくちゃ食いが良くなっちゃったよって、例えばもうこれをこの辺に切ってここに結び替えるだけでもっと手返しのいい仕掛けにできるとか、例えばちょっともう食いがいいからもう一個仕掛けつけちゃおうって思ったりした時は、もうこの辺の真ん中ら辺でパツンって
回切っちゃって、で先ほどのまた仕掛けがあるよね。この仕掛けを結んであげれば、もうするとねすぐこうやって日本仕掛けにも変更できるよというね、こう自分の任意の長さにもできるし、数もね自分ですぐ変更できる、まあ、そのためのパーツになってる。でかつねここのパイプ、編み込みとパイプによっても絡みが非常に少ない仕掛けになってるので、まあ自分でね、創意工夫しながらイカメタルを楽しむアイテムとして使ってみてください。長さは7センチと15センチがあります。そろそろ残りの時間が少なくなったところで、オッケー、でかい、来た、でかい、でかいよ、何メーターだった、そこそこそこでやってた、上やるともうスルメしか来ないから。おお、ナイスさー、やったぜー、ナイスさー、やったやったー、これ大剣じゃない、大剣だよ、大剣でしょこれ、俺の憧れてる大剣だよ、ちょっと釣りてんだよ俺も、上の方だとちょっとスルメばっかだったんで、ちょっとそこをネチネチやってたら来ちゃいました、大剣が。メタルの方にまた来ましたね。さっきも大剣メタルでしたけど、35赤緑やりました。お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。ね、まあシーズン初っ端ということで、まあ村が大きいかなとは思ってたので、まあこんなもんかな。はい。楽しかったね。はい。結構今日ナイスイカだったね。これナイスティーって言っちゃいそうになっちゃうね。ナイス大剣だったね。ナイス大剣だった、はい、3本も。ありがとうございます。そしてナイスティーも。ありがとうございます。ね。もうこの放送の頃はだいぶ安定して、まあ逆にサイズもね、安定して、数も安定して、ね、まあ本当6月ぐらいから8月まではこのねイカメダルゲーム、はい、限界の裏中心に九州全域楽しめると思いますんで、ぜひこのねマイカシリーズ持って皆さんも夜遊びしてみてください。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。釣り場はきれいにして帰ろう。マナーも腕の内。おはようございます。釣り具のポイントのことです。さあ今週もイカメタル特集第2弾ということで、イカメタル商品ですね、おすすめ商品持ってまいりました。それがこちら、 XOX のチタンイカメタルリーダーという商品になります。もうこれですね、もうすごいです。もう早くこれに出会いたかったです。これですね、もうチタンでできております。こちらのですね、幹糸と枝ですね。でですね、やはりもうチタンでできておりますので、まず伸びないので、もう本当にですね神感度です。もうこんなですね、可愛らしいイカから大きなイカのもっとちょとんとするようなあたりもですね、もうてきめんに捉えてくれます。で、いろんなメーカーですね、チタン製のまあイカメタルリーダー出てたんですけども、やはりお値段がですねどうしてもちょっとするということで、ここはですねもうXOX プライスということで、お手頃価格でこのチタンイカメタルリーダーが手に入るということで、これはですねもうライバルにめちゃくちゃ差がつきますよ、これは。でさらにですね、やはりシーズン終盤ぐらいになってくるとですね、まあ、カナトフグですとか、まあ、あとサワラとか、まあ、サゴシとかサワラがですね、このリーダーにちょろんと噛みついてプツンと切ることも結構ありがちなんですけども、まあ、これはもちろんチタン素材になっておりますので、そういったまあ歯のある魚からも、まあ、吸ってをまあ守ってくれます。吸ってのロスをですね、激減させてくれるようなリーダーとなっております。もうこの噛み感度プラスこのですね、まあ、吸ってロス、もう本当に極限に減らしてくれる、リーダーとなっておりますので、ぜひこちらいかがでしょうか。